マニュライフ生命保険株式会社は、東京都新宿区に本社を置き、生命保険業を営む企業。カナダに本拠を置き、主にカナダ、米国、アジアを中心に事業を展開する大手、金融サービス業、マニュライフファイナンシャルグループに属する。マニュライフファイナンシャルは1887年、カナダで前身となる、マニュファクチャラーズライフインシュアランスカンパニーとして、創立された。 当時のカナダは、隣接するアメリカの南北戦争終結後の産業革命を受け、工場労働者が急速に増えていた時期であった。カナダ初代首相であったジョン・エイ・マクドナルドが、社会保障を補う目的で、民間生命保険会社の設立趣旨に賛同し、同社の初代社長に就任して、営業を始めた。そのため、同社は、カナダの国策として設立された会社と説明される、 ことがしばしばある。マニュライフファイナンシャルとその子会社の管理運用資産は2013年6月30日現在5670億カナダドルとなっている。カナダ及びアジア地域ではマニュライフファイナンシャルとしてアメリカにおいては主にジョン・ハンコックフィナンシャルブランドで事業展開を行っている。これは2003年に マニュライフがジョン・ハンコック・フィナンシャルサービスを買収し参加に収めたためである。マニュライフ・ファイナンシャルはトロント証券取引所、ニューヨーク証券取引所及びフィリピン証券取引所においては MFC の銘柄コードで香港証券取引所では945で取引されている。世界各地の機関投資家に対し資産運用サービスの提供も行っている。 マニュライフファイナンシャルは2017年に創業130周年を迎えた。マニュライフは1901年に日本での生命保険事業の免許を取得して営業を始めたが第二次世界大戦により事業を中断した。1999年、マニュライフセンチュリー生命保険株式会社として改めて会社設立、日本に再上陸した。バブル崩壊後、 東京川崎財閥の流れを組む中堅生命保険会社であった大百生命保険相互会社が経営不振に陥ったためカナダのマニューライフフィナンシャルコーポレーションとの約50%合弁により資本金109億円で設立された。マニューライフセンチュリー生命は大百生命のスポンサーとなり生命保険契約者保護機構から1450億円の資金供与を受け 同年3月30日に、第100生命より800億円で営業権を譲り受け、第100生命は既存契約の未管理する管理会社となった。翌2000年5月、第100生命が自主債権を断念し経営破綻、金融監督庁長,長官より業務一部停止命令を受けた。翌2001年には、第100生命が 生命保険契約者保護機構から1450億円の資本供与を受け、保険契約をマニュライフセンチュリー生命に包括移転することで合意。同年4月2日に移転を実施した。同年に保険契約の包括移転が完了し、同年9月1日、マニュライフ生命保険株式会社に社名変更した。第100生命保険は2007年に生産欠了した。 2010年から2012年までパシフィックリーグのリーグスポンサークライマックスシリーズマニュライフクライマックスパ特別協賛スポンサーとして就任していた2015年から金融知力普及協会が主催する全国高校生金融経済クイズ選手権エコノミクス甲子園にメインスポンサーとして協賛しマニュライフ生命カップの名称で次世代を担う高校生の金融リテラシー 教育推進を目的にイベントを支援している。2017年からプロランナーの大はさま決とスポンサーシップ契約を締結。日本法人の本社所在地は1999年の設立以来、京王線国領駅南側の東京都調布し、国領庁4丁目34の位にあった大百生命保険本社ビルを引き継いで使用していたが、2015年3月に、 京王新線発大駅を最寄りとする東京オペラシティタワー30階へ本社を移転した。同年4月1日から最寄り駅の発大駅に京王電鉄が副駅名を導入し、発大駅マニュライフ生命本社前の駅名標が設置された。第100生命から引き継いだ旧本社ビルは解体され、跡地には伊藤中都市開発と三菱地所レジデンスによって分譲マンション、クレビア、 消費国領レジデンスが建設された。マニュライフ生命保険の取扱い商品は以下の通りである。ありがとうございます。